誰かを傷つけたらごめんなさいということ。なんとこの宮脇チャンネルカッコカリ YouTube でのチャンネル登録者様がドドンと1万9000名を超えました。おめでとうございます。ありがとうございます。今後ともお付き合いいただければ幸いです。4月15日といえば北朝鮮の初代最高指導者金日成さんのお誕生日だとか、近頃経済評論家の常念司さんがツイッター上で盛大に拡散しているのが、金日成はロシアに潜伏して抗日戦争を戦っていないし、キム・ジョンイルはロシア生まれのユーラ君だよな、なる文字列の画像がドドーンと拡散されております。民族の歴史というのはね、まあそれぞれあって構わないと思うんですが、様々な資料から明らかになっている現実、この現実というものをしっかりと捉えておかないといろいろと面倒なことになるとは、あくまで我が日本国の一般論でございます。その現実に立った時に、この4月15日の金日成ご生誕祭とかっていうのは、過去にミサイル発射実験をやってみたり、軍事パレードをやってみたり、日付が変わるまで我々日本国民としては夢油断してはならない日でもあります。そんな米英国で去る4月12日人民最高会議が開かれました。これを日本のメディアは米国の国会だとか言うんですが、あの国に民主的な国会なんてあるのでしょうか。あるわけない。この人民最高会議で米国の3代目金正恩さんに最高代表者の称号が与えられたとのこと。4月15日の日経新聞はこのように伝えます。北朝鮮メディアが金正恩委員長の動静を報じる際に、朝鮮人民全体の最高代表者との称号を使い始めた。11日の最高人民会議以降に使われており、憲法改正で金正恩氏の外交的権限を広げた可能性がある。北朝鮮の憲法上はこれまで最高人民常任委員長が対外的な国家代表の位置づけだったとかね、日経新聞でもさらっと国会とか使っておりますが、これについて4月15日の TBS 昼帯でコリアレポート編集長ピョン・ジンイルさんは大統領になったと説明します。金正恩さんは党委員長として国内を見ていた。一方の対外的な元首の立場にはキム・ヨンナムさんがいた。形式上なんですけど内と外を分けていた。それが今回金正恩さんは両方を滑る立場になり、かつそして米国は形式上どうやら議員内閣制を採用しているんですが、今回金正恩さんは議員に相当する立場に立たず、アメリカのトランプ大統領が上院でも下院議員でもないけれどアメリカ国民によって選ばれた大統領という立場、これと同じような立場に米国の金正恩さんはお立ちになられた、そうピョンジンイルさんは説明します。さらにそれは米国南国の半島だけではなく、全ての朝鮮民族のトップに今回なったと宣言しているのだみたいな、これまたピョンさんの説明です。こちらは私の大好きな一冊、ロバート・フルガムの人生に必要な知恵は全て幼稚園の砂場で学んだ、上から目線の自己啓発本などではなく、日常の出来事から生きていくための、そして少し楽しく生きていくための知恵やヒントを見つけましょうね、現実の中にそうしたものは転がってるんだよみたいなことが書かれている名著です。例えばどんなことが書かれているか、ズルをしないこと、人をぶたないこと、使ったものは必ず元の場所に戻すこと、散らかしたら自分で後片付けすること、人のものに手を出さないこと、誰かを傷つけたらごめんなさいということ、食事の前には手を洗うこと、トイレに行ったら手を洗うことなどなど、ウィットに富んだ表現で現実の中から生き抜くヒントを教えてくれております。幼稚園の砂場とは言いませんが、現実と常識を下敷きにニュースを見た時、さまざまなものが浮かび上がって見えてくることがあります。例えば南国国内の報道によると、30時間もかけてアメリカへフライアウェイしたムン・ジェイン大統領が、アメリカをファーストのドナルド・トランプ大統領と米韓首脳会談ドドーンと開いたそのお時間は2分、たった2分だった。ところが米韓首脳会談というトップ同士が会って話をする前に、ペンスアメリカ副大統領、またポンペイオさん、さらには死神と米国に恐れられるおひげのボルトンさんなどなど、いわばアメリカの実務部隊のトップが南国のムンジェイン大統領を取り囲んでいろんなお話をしたとか、その報道に触れて私の脳裏に浮かんだ一枚の絵図は、
ペンスさんやポンペイオさんが、あ、ムンちゃん、ちょっと面貸せよ、と、ホワイトハウスの体育館裏に呼び出して、おい、分かってんだろうな。俺らのボス、ドナルドに会うときに、どんな態度を取ればいいか分かってんだろうな。みたいなことを言うペンスさんにポンペイオさん。それに、ジェイン大統領だって、一家を滑る大統領でございます。何のことだか分からないみたいな虚勢を張ろうとした、後ろにスーッと現れるのが、死神、ボルトンさん。ムン大統領に気配を感じさせないようにピタッと真後ろに立ったら、膝かっくん。そのまま片膝ついたムン・ジェイン大統領。ふと振り返って見上げたボルトンさん。いいからそこに正座しなさい。つまり、ムン・ジェイン大統領、ホワイトハウスの体育館裏で正座させられるの巻。なんつってね。まあ完全な冗談です。冗談です。冗談ながら、なぜこんな想像をしたかというと、トランプさんもムンさんも大統領。外交儀礼上、このトップとトップ、カウンターパートって言うんですが、それぞれの立場にはそれぞれの立場の人が相対する、応じるというのが、外交儀礼上、またテクニカルの上でも当たり前のこと。なのに、ペンスさん、ポンペイオさん、そしてボルトンさんなど、普通の企業で言えば執行役員とか、そういう人たちが取引先の社長さんが来社してきて、まず社長室の前に応接室で、なんかね、きっちりと話をつけた。その姿が、幼稚園というわけではありませんが、来るべき新元号令和を目の前にした現代よりも少しだけワイルドだった。昭和時代の私が通っていた中学校限定かもしれませんが、そこの体育館裏の微笑ましいエピソードを私は思い出してしまったのです。確か江崎道夫先生だったと思うのですが、ベトナムハノイで決裂となった2回目の米朝首脳会談、ここでアメリカ側がペイ国の核施設とか超絶詳しかった。その理由というのは、米国の中にヒューミント、まあ、つまりはアメリカ側のオス工作員が米国の中に入り込んでいるからではないかと見立てておりました。すると、ペンスさんやポンペイオさん、そしてボルトンさんは米国の現実をよく知っている。うっかり南国のムンジェインさんがやってきて、いらぬことあらぬことをトランプ大統領に言った暁には、うんうん、わかった、ムンちゃん。じゃあ、米国、やっちゃう?米国。とかね。もともとトランプさん、在韓米軍も引き上げようという人物で、だったらもうめんどくさいから、ドカーンと言っとく?的な、ある意味超絶現実主義者。一方で、ポンペオさんとかボルトンさんが一生懸命ね、情報を掴んで、アメリカにとっていい方向に行ってる時に、下手にかき回されたくない。だから、これももちろん私の想像ながら、ポンペオさんが、ムン・ジェイン大統領の耳元で、お前さ、急にお腹痛くなんない?お腹痛くなってきただろう。みたいな、もちろん冗談です。冗談ながら、余計なことを喋るな、と釘を刺されたので、30時間もかけてフライアウェイして、お話した時間はわずか2分。むしろ、2分しか間が持たなかったのが、ムン・ジェイン大統領だった。と発表された現実と、私のいささかなワイルドな記憶を重ねた時に浮かんできた冗談です。また4月14日のフジテレビ日曜報道ザ・プライムで、こちらの李相哲さんが指摘していたのは、ムン・ジェイン大統領はアメリカに行く前、米国のキム・ジョンウンさんとお話がしたかったけど断られたと南国の国会で明らかになっていたとのこと。つまりムンさんはどこに行ってもぼっちだったという疑惑がズブ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 。さて、ペイ国の大統領になられたキム・ジョンウンさん、人民最高会議でどのようなお話をされていたかといえば、アメリカを敵対勢力として、敵対勢力にとって制裁は最後の窮余の策である、すなわち粉砕しなければならない、とか超絶強気なことを言っておきながら、ドナルド・トランプアメリカ大統領個人に絞って、米朝の両国関係のような敵対関係ではなく、僕ちゃんとトランプちゃんは良好な関係を維持していると切り分けてお話をされているようです。さらにキム・ジョンウンさん、年末まではアメリカの油断を待つと、まあこの言葉が私の耳にはこのように聞こえます。年末まで待ってあげるか現実を見た時の交渉というのは、年末といったらその先ぐらいまで、
もう少し余裕を持ったところで期限というのは設定します。一方、私が中学校の体育館裏で学んだファンタジーの世界に生きる人々は、俺貯金100万円あったよなんつうやつに限って100円すらもおぼつかない、期末テスト余裕っしょとかね、いうやつに限って赤点どころか丸が一個もついていないやつとか、たた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 折りやした。とかく話を大きくする人というのは、そしてその人が出す数字というのは大体当てにならない。むしろその期限ですら虚勢を張っていることが、たた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 たあたあります。米国の一連の発言や行動、こうした現実を踏まえて、人民最高会議での金正恩大統領のご発言を読み解けば、相当追い詰められているんだなというのが私の見立て。その一方、なぜこの後に及んでコリアレポートのピョン・ジンイルさんが大統領と説明するような立場、肩書きをゲットだぜしたのか。以前もこの番組で指摘しましたが、米国の金正恩さんといえば、自分のおじさまを公社法でバラバラにして実のお兄たまを毒殺したとか言われる人物で、彼の元には正しい情報が上がっていない可能性がとても高い。彼にとって、また米国にとって都合の悪いことを言った暁には、お前裏切り者だなキーとかになっちゃうかもしれない。そこで耳障りのいいことしか伝えない人間ばかりがそばにいる。ところが2月27、28日にベトナムハノイで行われた第2回目の米朝首脳会談はお見事決裂。そしてもしかしたらオイラちゃんに認めたくない現実があるのかもしれないと気づいたのならば、何がしかの方針転換があってしかるべきながら、人民最高会議で金正恩さんが話した内容というのは基本的には同じ路線。そこから見た時に、ピョン・ジンイルさんが金正恩さんが新しく名乗ることになった称号、肩書きというのを大統領と説明する理由がおぼろげながら見えてくる。というのは、偉大なる指導者様のご意向が、あの憎き米帝にはわからなかったようでございます。我々はその理由を考えてみたところ、あの憎きドナルド・トランプは大統領。しかし、我が敬愛すべき指導者様は委員長。そこで大統領に肩書きを変えたら、あの憎き米帝でも我らが指導者の偉大さを理解できるのではないか、みたいな発想から今回大統領っぽい肩書きにしたのではないかなとは、もちろん私の勝手な見立てでございます。一部報道によると、米国の金正恩さん、今月中にロシアのプーチンさんと面会をするとかしないとか、もともとね、ウーピンさんが工作員とマジモンの工作員だったあのソ連の目論見によって作られた国家だとか、今はすでに様々な資料から明らかになっていることでございます。一方、我らが安倍晋三首相、6月大阪で行われる G20、 ここで南国のムン・ジェイン大統領と首脳会談をしない。実際のところ、とかね、ロックオンレーダー、ここに来ての WTO などなど、何よりあまりにも米国に優しすぎるその態度は、我が国において拉致問題の解決を遠ざける。さらには、米国の首席報道官とかまで呼ばれちゃっている南国のムン・ジェイン大統領。報道官といえば、大きな企業だとしたら広報部の課長さんとか、そんなもの。我らが安倍晋三首相、我が日本国を代表する大企業で言ったところの社長さん。この社長さんがわざわざね、課長さんが来社するからって会う必要はありません。この決断が本当であるならば、我が日本国はようやくこの国の現実に気づいた。そしてそれ相応の態度で行動に出るということだとするならば、我が日本政府はようやくこの半島に対して現実を下敷きに行動できるようになったかなと、少しだけ嬉しくなる今日この頃でございます。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。大地。
完全勝利説というものが出ながらに乗るゲストよと。赤が勝ち、ヤクザが撃って馬鹿がいる。ペニュー君すぐり、ウヌ君すぐり、日本別にすごくない。あの病気だってあなたに会えたから。